タイムズスクエアブリルビルディングとスティービーワンダー。戦前からたくさんの音楽出版社、事務所が入居していた。1941年のアスキャプストライキ中には多くのライターがペンネームを使った。ブリルビルディングで制作された曲はしばしばビルボードの音楽チャートで1位を獲得し、ベニー・グッドマン楽団やグレン・ミラー楽団、ジミーよびトミード・ドーシー楽団などが演奏した。 この時期の音楽出版社にレオ・ファイスト・インク、ルイス・ミュージック・パブリッシング、ミルズ・ミュージック・パブリッシングがある。また、この時代に活躍した作曲家は以下の通り。キャロル・キング・ドービルと周辺のミュージシャンが作る音楽は、ブリル・ビルディング・サウンドと呼ばれ、1950年代後半から1960年代今つまで流行した。 最盛期の1962年には165の音楽会社が入居し、出版、印刷、デモ音源制作、レコードの宣伝、ラジオのプロモーターとの契約が一箇所でできた。キャロル・キングは当時を振り返っている。毎日小さい個室に乗り込む。そこにはピアノとベンチ、運が良ければ作詞家用の椅子がある。そこに座って作曲していると、 隣の部屋から作曲中の歌が自分のとそっくりなのが聞こえてくる。ブリルビルディングでのプレッシャーは本当に素晴らしかった。なぜってドンカーシュナーがソングライターに競争させたから。彼はよく言っていた。僕らには新しいスマッシュヒットが必要だ。と。で、私たちはみんな部屋に戻って曲を書く。で、次の日にボビー・ビーのプロデューサーの前でオーディションするの。 グリルビルディングサウンドは第一次ロックンロールブーム後に流行したことから、ある意味でロックンロール以前への逆流だった。歌手などは誰の首もすげ替え可能だったので、出版社、事務所の経営陣に権力が移行した。左からベイヤー・セイガー、キング、マイル、マンポール、サイモン・ソニー・ボノとシェール・キング・カーティス1996年映画グレイス・オブ・マイ・ハートでは、 イリアナ・ダグラスがキャロル・キングをモデルとしたキャラクターを演じた。1957年映画、成功の歓喜香りにおいて、このビルは住居用ではないにもかかわらず、主人公とその妹がブリルビルに住んでいる。A.B. グレー、クリストファー、ストリッツ・ケイップス、ザ・ブリル・ビルディング、ビルト・ウィズ、エイブ・ロックン・ハート、ザ・ニューヨーク・タイムズ、ディセンバー・30、2009 ニューヨークシティランドマークスプリザーベーションコミッションブリルビルディングニューヨークシティマーチ23 2010ダンカルシュナーザ・デイリー・テレグラフ http://www.telegraph.co.uk スラッシ o b i t u a r i e s c u l t u r e e o b i t u a r i e s m u s i c o b i t u a r i o e s 8459328 don-ki r s h n e r h t m l ハ a t f r e s s i m o n the sociology i s b n 0から09から四十六万二百二十から四コバッチ、ジョン・ルドルフ、ワッツ・ザット・サウンド、アン・イントロダクション・ツー・ロック・アンド・イッツ・ヒストリー、ニューヨーク、ww ノートン、二千九トム・アンド、チェリー・ミート・ティコ・アンド、ザ・トライフス・ブラック・キャット・ロカビリー・ヨーロッパ・ハット、 イガーディング・クロース・オーガーマン、ヒズ・パブリッシング・カンパニーズザ・ブリル・ビルディング・イン、ニューヨーク・ハット・ベバリー・ロス公式サイト、http://d-a-r-i-n-t-o-d-r-e-a-m.com/.0040206、htm10、h t t p w w w a l m u s i c c o m アルバム、オーキャロル・ザ・コンプリート・レコーディングス -1956 から1966、 m w 0 0 0 3 11, 2 1 9 1 8クレジット t, 12, t s 1 <S <S 1 h t t p コロンスラッシュスラッシュ a l n 2 a l b u m l i n e r n o t e s c o m スラッシュアトランティックボリューム 5html12http コロンスラッシュスラッシュ a l b u m l i n e r n o t e s c o m スラッシュザバカラックサウンド html ありがとうございます